マイル・イーズ・フローディンは、スウェーデンのファッションモデル。ミスワールド1952優勝。出生名支部、メイル・イーズ・フローディン。1934年9月5日、セーデルマンランド県エシルストゥーナ・フォルス教区に生まれる。末日聖徒、イエス・キリスト教会の信徒である。1952年11月14日、ロンドンで開催された第2回ミスワールドで優勝。 その後、ミスワールドのタイトルと美貌を生かして、ファッションモデルになる。1953年、ベイルートで水上スキー関連のショーに出演。当時水上スキーの世界チャンピオンだったサイモン・コリットで会う。1955年、ザ・サンデー・タイムズが講演するファッションショーエレガンス・フランセーズに出演するためフィリピン、来訪。この時には、パリのトップモデルとして活動しており、 ザ・サンデー・タイムズ・マガジンは、リビングパリジャンマニキンズと報じた。1957年、サイモンと結婚。夫と共に、水上スキーに乗って、ショーに出たこともある。サイモンは後に、ヨルダン水上スキー連盟を設立し、いくつかのホテルを開業する。彼女自身はホテル経営に関与したことがある。4人の子供と6人の孫がいる。2011年2月4日。 脳腫瘍により、ベストライエータランド兼ベストラフロルンダ地区ネセッツ、教区にて死去。ありがとうございます。